はい、こんにちは。そしたら、バルバトス・ルプス・レクスの制作の続きをやっていくんですけれども、今回はね、もうちょっとバラして合わせ目消しの方をやっていこうと思うんですけど、意外とね、バラしてみると合わせ目消せるところが少なかったっていうのがあるので、まあ、さらっともう1回の動画で全部終わらせちゃおうかなと思います。そしたら、何を合わせ目消ししていくか、紹介していきます。はい、そしたら、まず、やるのがテールブレードですね。テールブレードのこの黄色い部分の黄色い部分がもう完全に真っ二つのお腹割りになっているので、これをこういう形のお腹割りになっているので、ここの合わせ目を消していきます。で、テールブレードの根元の部分をこうくっつくんですけど、この部分も左右分割になっているんで、これも合わせ目を消したいんですけど、これの合わせ目を消しちゃうとこれがつけれなくなっちゃう。塗装別々でする形になるんで、できなくなっちゃうんで、後はめをできるようにちょっと加工をしました。で、ちょっとね、ビフォーの写真を撮ってなかったんで、元々の形がどんな形だったかをね、ちょっと組み立ての方の動画を見てもらって、見てもらったらわかるんですけど、この後ろのこの大きいダボ、ここにこれがこうくっつくようになってて、本当はね、こことここは普通に丸になってるんですけど、それぞれこう切り欠きを分けて、こういう形で、開放してるような形にしました。で、こう組み立てた後に、こういう形で滑り込ましてあげるとパチンとはまるっていう形で、ここちょっと切ってるんで少し遊んじゃうんで、まあ、この部分はもうボンドで接着するっていう形で、やったらいいかなと思うので、もうこういう形でちょっと後はめ加工をして別々で塗装をしようかなと思ってます。で、あとこっちの根元じゃない、ケーブルとつながる方ですね、本体とつながる方はこういうグレーのパーツが付属してるんですけど、これもできれば別で塗りたい。マスキングでも塗れないことはないんですけど、まあ、できればね、別で塗りたいなっていうので、まあ、簡単に後はめができればやろうかなと思ってたんですけど、なかなか難しいなっていろいろ考えた挙句、この上にかぶさる部分をバサリ切り離しちゃいました。ここの段差のモールドのところでバサッと、本当はこういう風にね、本当はもともとこういう形になってたんですけど、まあここ自体ね、ここの細長いピンで固定するようになってるのもあったんで、もうここの根元の部分で切っちゃいました。で、切っちゃったので、まあこういう状態になりますよね。こういう状態になってこれをはめて、でこうパチッと蓋をする。こういう感じで蓋をするっていう感じに変更しました。まあパッと見わかんないんで、まあもうこれでいいかなっていう感じで、やろうと思います。はい。で、まあテールブレードに関してはこんな感じで、あと本当に結構少なくて、あとまあこの頭ですよね。この頭の部分のこの
顔以外のところ、これはもう完全にねこの真っ二つの部品なんで、もうペタッと貼っつけるだけで、あとまあこの足首の部分ですね、足首の部分は、まあ、この中にはまってるこれが、別体になってるんで、この辺の合わせ目はまあ消した方がいいのかな、まあモールドとして解釈してもいいかなっていう感じなんですけど、まあこういうとことか、あと足裏のこういう合わせ目、この辺とかもまあ消せるんだったら消しちゃった方がいいかなという感じかなと思います。で、あと、この太ももの付け根、これももう完全に二分割のパーツなんで、こうくっつけて終わりっていう感じですよね。で、ふくらはぎのとこについてるこのよくわからない部品、これももう左右パカッとくっついてるだけなん で、しかもこれくっついてる場所がねここだけなんで、ここがプラプラするんで、これはね逆にあの合わせ目消ししてあげた方が、合わせ目消しというかもう接着してあげた方がいいかなと思うパーツですね。で、あとこれは別にいいのかなっていう気もせんでもないんですけど、この肩の付け根のところ、肩の付け根のところもここが左右分割になってるので、まあ、これも簡単にできるんで、まあやっちゃったらいいかなという感じなんですけど、あでもまあ結構腕上げた時とかに見えるんでね、まあ消しときましょう。はい、というわけでこの辺の合わせ目消しを、今日はやっていきます。で、使うのは、もうおなじみですけど、このタミヤのセメント、スチロール系の、プラスチック専用の接着剤になるんですけども、これを使ってやっていこうと思います。で、まあなんでこれ使うかっていうと、こいつはねあのプラスチックを溶かしてくっつけるっていう性質があるので、塗ったところを溶かしていくんですよね。なのでその性質を使ってこう合わせ目を消すっていう感じでやっていきます。はい、そしたらじゃあこの頭部パーツからやっていきましょう。はい、そしたらこの消したい部分の消したい部分のところにこのボンドをセメントをまず塗っていきます。でこれあんまりつけすぎるとね、ちょっとはみ出まくって後でややこしいことになるんで、そんなに大量につける必要はないと思います。よいしょ、いらんとこにつけちゃうとね、後で自分の手についたりとかして後でよめんどくさいことになるんですよね、このタミヤセメントって。でこう溶かしてくっつけるんで、この両方の面、両方のくっつけたい面にこうやってボンドを塗ってあげて、こうあらかじめちょっと溶かしてあげるっていう感じ、そのボンドあのくっつける部分をこうつけて溶かしてあげるっていう感じですね。で今1回ずつ塗ったんですけど、これでちょっと柔らかくなってるので、この最初に塗った方のところにもう一回塗ってあげます。これでこれで今手についたついちゃったんですけど、これでいらんとこを触っちゃうとそこまで溶けちゃうんで、それを気をつけて、こんな感じ、これこう見えますかね、見えないかな、見えます、このちょっとプラスチックがね溶けてねもにょっとこう出てきてるんですけど、これが要はね今
溶けてくっついてますよっていう状態なので、こういう風にしてあげたら、乾燥させてあげるっていう感じで、まあ同じような要領で他の部品も全部やっていきます。はい、というわけで、丸1日、乾燥させて完全に硬化したので、続きの処理をしていくんですけれども、こんな感じ、こうニュッと出たまんまでこう固まってる感じなんですけど、ピントが合わない、こんな感じで、ちょっと分かりにくいですけどね、こんな感じで、ニュッとはみ出たまま固まってるので、これを、削って処理していくっていう形なんですけど、ちょっとその前にこのテールブレードの方で、こういうところ、まあ、ここね、継ぎ目がここの部分に出てるんですけど、この部分とかがねちょっと埋まりきらなかったので、あとこのテールブレードの白の部分のここの部分、こうパーツの合わせ目なんですけど、ここがちょっと埋まりきらなかったので、ここだけちょっと別の方法で完全に埋め直しをしようと思います。というわけで、使うのがこちら、黒い瞬間接着剤ですね。これをちょっと使ってブレードを修正していこうと思います。あと乾かすのにね、これを使います。アルテコの、硬化促進剤ですね。これも使ってやっていきます。というわけで、でこうやってつけたら、シャッとかけるだけで大丈夫なんで、臭い、この硬化促進剤めっちゃ臭いんですよね。この匂いは慣れない、シンナーの匂いは平気なんですけどね、この匂いはどうにもなれない。ではこの黒い瞬間接着剤、使ってる人は結構多いんですけど、何がいいかっていうと、見ての通り黒いので、商品名の通りですけど、黒いんで濡れてるか濡れてないのかっていうのがすごく分かりやすいっていうのと、あとこの硬化促進剤を使うとね、ものの2、3分ぐらいで固まってくれるので、その辺がすごく使いやすくていいですね。接着剤としても使えるんでね、いろんな使い道はあるんですけれども、すごく便利です。で、ちょっとこれを乾かしている間にこっちの削りの方をやっていきます。はい、というわけで、これ400番のペーパーですけど、ちょっと他のところにも使ってたんでもうボロボロですけど、この400番のペーパーでさーっとなぞっていきます。400番だとね、結構削れるんで、削りすぎないように気をつけつつ、本当はね、こう当て板とか、マジックヤスリでしたっけ、板に貼り付けるヤスリ、あんなんとかを使った方がね、いいのかもしれないんですけどね、持ってないんですよね。
子供がね寝静まったかと思いきやまだ寝つかないようで、声もしかしたら声が入ってるかもしれないですけど、まあパパさんモデラーの悩ましいところですよね。子供がなかなか寝てくれないと好きなことができないっていうね。パパさんモデラーだけじゃないですね、こういう趣味があるパパさんの悩みの種かなとは思います。こうやってねちょっと番手の粗いヤスリである程度荒削りをしてあげてからと、ちょっと細めの細かめの紙ヤスリでもうちょっとだけ目を表面を鳴らしてあげるっていう感じでやってあげるとやりやすいかなと思います。いきなりね目細かいやつでやっちゃうと全然削れないですし、あんまりきついの粗いのでやりすぎると表面傷だらけになっちゃうしっていうのもあるので、その辺はねやりやすいようにやったらいいかなと思います。まあ、こんな感じである程度大まかにですけどねこう削りました。まあ、この辺とか見てもらったら分かるんですけど、もともとここの真ん中に合わせ目が出てたのが、まあ、ほぼほぼなくなってるっていう感じですね。であとこの600番、これ600番ですけど、600番で表面をちょっと鳴らしてあげて、であとこういうちょっとこのモールドのところ、こういうところ結構ペーパー当てにくいんで、こういうところはねこのあの筋彫り用のヤスリとかこんなんを使ってこうキュキュッと削ってあげると綺麗になります。はい、でそうこうしてる間にこっちがねもう完全に乾いてくれたような乾いてくれたのでこっちをね、仕上げていきます。はい、でまたこれ400番を使ってまた荒削りですね、表面をしてあげる。はい、とまあこんな感じで、この辺とかねこの辺、段差になってた部分が埋まってくれてるっていう感じになってます。はい、こんな感じでこっちの方もちょっとやっていきますね。結構ねこのプラよりもこの黒い春節の方がちょっと硬いのかもしれないな。だからちょっと気をつけながら削っていった方がいいかもしれない。削りすぎてしまいかねない。
あんまり盛りすぎちゃうとね、その辺が分かりにくくなっちゃうので、こう適度に、あんまり盛らなさすぎも良くないと思うけど、はい、で、まあこの白い方のテールブレードの白い方のパーツも削るとこんな感じで、さっきのあのここの合わせ目のところがこう滑らかな感じに仕上がりました。で、他の周りの部分とかも同じように、削ってあげて、つなぎ目をこう消してあげるっていう感じで、綺麗に仕上がりました。あと、まあ他のパーツもね、全部こういう風に、つなぎ目消し、合わせ目消しを全部終わらせてるので、あとはね、一回と、ゲート処理とかを全部して、で、一回洗ってあげて、で、塗装っていう感じになっていきます。はい。というわけで、まあ他の作業、塗装行く前にね、他の作業も、もう先に進めちゃおうと思ってるので、次はまああの、各部の、こう、シャープ化というか、まあアンテナの、アンテナシャープにしたりだったりとか、そういう作業とかをやっていこうかなと思いますので、まあ、の続き見たいなと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンから登録いただけましたら、最新、動画の最新情報とかを見ていただけますので、よろしければお願いいたします。はい、というわけで今日はここまでで、以上になります。はい。